米国海軍零八0 N 8 0 1 1八千二百七十三 j 零三三海軍作戦部長、ゲイリー・ルーヘッド提督が、プロジェクトマネージャーと会話プロジェクトマネージャーとは、プロジェクトマネジメントにおいて総合的な責任を持つ、職能あるいは職務である。プロマネと略されることもある。プロジェクトマネージャーは、定義された範囲、定義された開始及び定義された終了を有する。 あらゆる事業においてプロジェクトの計画、調達及び実行の責任を負う。プロジェクトマネージャーはプロジェクトの代表者として組織内の様々な部門の責任者内で発生する問題の報告を最初に受け解決する。プロジェクトマネジメントはプロジェクトマネージャーの責任である。この個人は最終結果を生み出す活動に直接参加することは滅多にないが、 全体的な失敗のリスクを減らし、利益を最大化し、コストを最小化する方法で、様々な関係者の進捗、相互作用、及びタスクを維持するよう努める。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの目的を達成する責任者である。主なプロジェクト管理の責任には、以下が含まれる。プロジェクトマネージャーは、クライアントの代表者であり、クライアントが代表している。 組織の知識に基づいて、クライアントの正確なニーズを判断して実装する必要がある。クライアントの様々な内部手順に適応し、指名された代表者と緊密なリンクを形成する能力は、コスト、時間、品質、そして何よりもクライアントの満足度の重要な問題を確実に実現するために不可欠となる。プロジェクトマネージャーには、ドメインの専門知識に加えて、 系統的な経営管理能力はもちろん、当てとした質問を発し、暗黙の前提を発見し、プロジェクトチームの意見をまとめ上げる能力が必須となる。プロジェクトマネージャーの職務において、鍵となるのは、プロジェクトの実行に影響を与えるリスクを認識することと同時にそのリスクを、プロジェクト機関を通じて、公式、非公式に見積もらなければならないことを理解することで、ある。リスクは、 主として不確実性から発生する。そして、主な関心事として、リスク対策に集中して取り組むことが成功する、プロジェクトマネージャーの条件と言える。また、プロジェクトに影響を与える問題の多くが様々な、リスク要因から起こる。優れた、プロジェクトマネージャーは開かれたコミュニケーションの方針を、遵守し、すべての重要な関係者に意見と関心を述べる、機会を与えることで時として、 リスクを減らすことに成功する。以上よりリスクをコントロールし、不確実的ながら極小化させることで大なりこなり、意思決定に責任を持つのがプロジェクトマネージャーだと言える。プロジェクトマネージャーはチームの全員が自分の役割を知って実行し、その役割で権限を与えられ、サポートされていると感じ、他のチームメンバーの役割を知っており、 それらの役割が実行されるという信念に基づいて行動することを保障する責任がある。プロジェクトマネージャーの具体的な責任は業界、会社の規模、会社の成熟度及び会社の文化によって異なる場合がある。ただし、すべてのプロジェクトマネージャーに共通するいくつかの責任範囲がある。それは以下の通りである。ありがとうございます。